ちょっと語ってもらいましょうか、そこだけ。うん、じゃあ今から、はい、その新居に、はい、いやー、1年がかりのプロジェクトだったね。1年がかり。あの新年会やってさ、はい、マンション手放してさ、はい、いろいろ方面尽くして、で今念願のその新居が手に入ったわけだ。じゃあ今から迎えに行こうと思いますと。よいしょ。ここから朝日がすがすがしい。そんぐらい離れてない、うん、こっち側が汚いのか。ここは新居ですか？あれが新居なんだよ。あの白いの、うん、ここは違う、こっちは違うんです。こっちはちょっと違ってて。違うんだ。 こっち使ってるから、ここは使っていいって話で。ああ、うん、6畳とかだけど、うん、ちょっとなって、ちょっと鍵がなってる。かろうじて道がある。こっちいますよ。お、OK、じゃあ行こうか。はいはい。じゃあ、はい、僕の新居を紹介しよう。ここだ。じゃあ今この新居を開けようと思う。中はいいよ、結構。こんにちは。はい。ああ、草刈り機に今日あるんで。ああ、そうです。じゃあ、はい。ここ。おお。ちょっと待ってね。おお、ここか。そうよ。おお。悪くないじゃん。いいっすね。うん。あ、違うよ。こっから俺の新しい生活が始まる。もうここには俺はもう酒を持ち込まない。お、うん、断言した。うん、ちゃんと冬越せるようにこう、こたつファンヒーターも用意したら。エアコンはないんだ。ちょっとね、ワット数的にね。ワット数ちょっとあんまり電源使うと落ちるから、こう。ああ、そうなんだ。ああ、脇ありキャリーって言ったらそういうことね。でも一緒、なかなか。あ、こっちがあるんだね。うん、あ、ファンヒー、石油ファンヒーターも入れたと。うん、まあないとね、ここは、うんうん、ここから俺も新生活が始まるだ。意気込みは？俺はこれから真っ当な生き方を思考にしていこうと思う。今までこう堕落していきたいと。だが引っ越しはまだ終わっていない。まだあれ運んでないだろう。おお、あれは運んで、あれだよ。じゃあトイレの場所どこですか？ここ。そこ？どこ？これまた電気の付け方わかんないんだけどさ。まあおいおい、ちょっと電気は呼んで綺麗にはしていこうと思うけど。便器壊れてるけど。いや、そっちじゃない。そっちね。ああ、こうじゃねえ。まあ、古いけど使えなかね。ああ、逆、うん、おかしいですね、向きが。普通あっち向いてる、ね。うんうん、いや、こっち向いて、こう、金が見えない、ね、金。ああ、そういうこと。あ、これ、あれ、あれがないんだ。鍵がないんだ。うん、まあ、開けに来ないだろう、別に。そういうことね。うん、向きに違和感がある。あれ、金隠しっていうのは、ああいう意味だからね。あ、そうなんだ。ちゃんと犬小屋もあるじゃないですか。買おうか。これさ、お、これはあれ、モニターが落っこちてる。まあいいや。テーブル筐体。テーブル筐体。言っただろ、俺は自宅をゲーセンにするって。おお。よし、あれを置いたぜ。あれだ。1年前から計画していた自宅ゲーセンだ。ああ、長かったな、お前。よくここまで来たな。じゃあ、早速動作チェックをしてみようと思う。15万したテーブル筐体。15万。これに今から、電源を入れる。さあ、動くか。
おい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 、お、来た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 。お、来た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 。画面ちょっと、よし、ストツーが動いた。これで自宅源泉だ。念願の自宅源泉が叶ったぞ。よいしょ。ちょっと椅子が低いな。立ちながらやった。残念にか。自宅源泉完成だ。立ってやるんだ。スタートで持ってくか。これで殿下の自宅源泉かなと。一年がかりの夢だったぜ。あーやべ、ギュル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 。他にもゲームがあるんですか。今日は今んところこれしか持ってきないけど、まあちょくちょく運んでくるよ。まあ、後ろとかその前にさ、ちょっと一旦見るけど、この辺ヤブだらけじゃん。ちょっと今日はね、草刈ろうと思っててさ、はあ、物運ぼりたいけど